はい、どうも、いつきんです。本日の12時から、なんと、イベントが来ました。デスティーナの依頼というイベントなんですが、こちらは、いわゆるミニイベントのようなもので、他のソシャゲとかでよくある、大型のイベントではありません。あくまでミニイベントとしての、位置づけで開始されたようです。で、こちらですね、海外版とどうやら同時開催みたいで、海外にも、今日、このイベントが来たみたいです。で、どういった、イベントなのかというとですね、デイリーミッションが、1日4つ、用意されています。こちらデイリーミッションなので、忘れず毎日、実施するようにしてください。基本的にはですね、通常の、普段からあるこのミッションと、内容がほぼ被っているので、ついでに、達成されるものと、思います。で、内容は冒険5回、闘技場5回、討伐1回、そしてこの3つを終わらせれば、一番右側の全てのデイリーミッション達成というものが、受け取れるようになります。で、私もまだやっていないんですが、この捕獲道具っていうのをもらえますので、この捕獲道具、3つですね。合計1日3つ使って、この迷子になったモンスターを捕獲するというような内容になってます。で、この中でそうですね。多分この、狼以外は当たりなんじゃないかなと思います。アクセサリーの境界師と、鎧の境界師。しかもこれレアですね。レアなんで、経験値で言うと4500ぐらいもらえるやつですね。で、スタミナと、お金が10万。結構でかいと思います。特にスタミナかな、一番嬉しいのは。スタミナかお金が一番嬉しいと思います。境界師は、なんだっけ。迷宮で、一応商人が売ってたりするんで、やっぱ欲しいのはスタミナかお金かなと思います。で、この捕獲に関しては、ここですね。捕獲するをポチッと押すと、ゲームが始まります。はい。これランダムですね。はい。野生のアンから捕獲。残念ながら、外れですね。聖痕の葉ということで、1回目は葉っぱでした。ランダムなので、もう、ペンギンですか。いいでしょう。ランダムなんでどうしようもないんですが、おっと、お金。これはありがたいですね。という感じで、もう一日ポチポチするだけなんで、そんなに時間も取られないですし、ミニイベントとしては、いいんじゃないかなと思います。マイナスになる要素もないですし。で、さらにですね、捕獲回数に応じて、プレゼントがもらえるということで、累計10回から、45まで、お金、と、あと、ガチャ。で、モラゴラと、あと、金の、石ですね。これが1個もらえます。45回なんで、毎日、やっていれば、20日間あるのかな？20日間あるので、何日か逃したとしても、45までいけると思います。なので、忘れずにしっかりと、やるようにしましょう。で、最後に、イベントの評価っていうのがあるので、ぜひ、これ何でもいいので書いた方がいいと思います。書くだけで体力60個もらえるので、こちらもお忘れなく、要望とかあればね、多分次回に活かされると思うので、ぜひここに書いて、送るのが良いと思います。私もちょっとしっかり書いて送ろうかなと思います。はい、というわけで、今日の動画というか、イベントが来ましたよというお知らせで、ちょっと日本のアプリと違って、このバナー式になっているのでちょっとわかりづらいんで、忘れずにやりましょうというお知らせ的な動画でした。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。